これはあまり知られてないと思いますがこの特殊な能力のおかげで飛行機や船で世界中に広がったと現代の日本では大きな損害をもたらしますし食品ロスにつながります皆さんこんにちは農研研機構食品研究部門の宮下です倉庫に貯蔵している穀物や乾燥食品を食べる害虫の殺虫技術や害虫管理を研究しています。今回は お米の害虫として有名なコクゾウムシについてお話ししますこの玄米の入った容器の中で動く黒い甲虫がコクゾウムシですで体長は3.5ミリでお米と同じぐらいの大きさですこれですとよく形がわからないので食と農の科学館に大きなコクゾウムシのフィギュアがありますのでそちらでお話をしましたのでまずはそちらをご覧くださいこちらにはですね 国ムシの巨大なフィギュアが展示されています。このフィギュアを使いまして、国ムシの外見について説明したいというふうに思います。まず、こちらが成虫になります。で、成虫の特徴は、このように象の鼻のように長い口があるのが特徴になります。この先端に左右に開く顎があって、で、この顎で米粒を表面をガリガリとかじて食べたり、あるいは産卵のための穴を開けたりするときに使います。それと、成虫の表面は、えー、彫刻したようにデコボコくぼみが見られます。これも の母、星中の特徴になっています。で、こちらが幼虫になります。で、幼虫はえっ、ー、とこのように。 お米の中を食べますですから私たちは普段この幼虫を見ることはほとんどありませんで、このお米の中からほとんど動かないので、えー、足も、えー、退化してほとんどないという状況になりますコクゾウムシが突然ワイテオに現れるというふうに思ってると思いますがそれはこの中にいる幼虫が成虫になった後米粒から、えー、突然とこう出てくるからですねですからそういうふうに感じるわけです、えー、それでは突然ですが質問をしたいと思います 国造虫ですが、日本人との関わりは、どれくらいから始まったでしょうか ?1 番、縄文時代。2番、弥生時代。3番、平安時代。4番、江戸時代です。選んでください。正解は、縄文時代になります。なぜ、縄文時代なのかと。 これはですね、縄文土器に残された黒ム虫の跡になります。縄文土器を作るときに焼く過程で土器の中に練り込まれた成虫はですね、その熱で燃えてなくなってしまうわけですが、土器側にはですね、黒ム虫が焼かれてなくなった後でもこのように体の跡がですね、残っているんですね。この残ったものを写真に撮ったのがこの図になります。 縄文人の周りにはですね、国造虫がいたということが分かっているわけですけれども、えー、現代は国蔵虫はお米の害虫として知られていますが、縄文時代は実は貯蔵されたどんぐりや栗の害虫であったというふうに言われています。それではですね、この後はスタジオに残ってスライドで説明いたします。はい、ここからはスライドで説明します。 これはあまり知られてないと思いますが、食品に混入する異物の約30%は昆虫なのです。現代の日本では、コクゾウ蔵虫のような貯蔵した穀物を食べる害虫が、穀物を食べて量を減らしてしまうという損害よりも、異物として食品に混入することが大きな問題になります。 ご存知のように、昆虫が混入した食品はすべての製品を回収し廃棄する場合があります。食品関連企業には大きな損害をもたらしますし、何よりも食品ロスにつながります。現在、食品メーカーや流通関係者は昆虫の混入防止に大きな力を注いでいます。食品に混入する害虫の中でも厄介なものが、黒蔵虫をはじめとする貯国害虫というふうに呼ばれているグループです。これは貯蔵穀物の害虫。 を略して外と呼んでいますこのグループはですね、食品を生活の基盤にして繁殖してゆき、気がついた時にはたくさん増えて問題となります。その他にも、例えばこちらのように、ゴキブリやハチやアリのようにですね、食品に集まってくるようなグループがありますし、他にも偶然に食品に混入する場合もあります。それでは、一般の昆虫とは違う諸国外虫の特徴について3 紹介したいといいとううふうに思いま,すまず、一つ目ですけれども、えー、水分が15%以下の乾燥した食品を餌として発育する能力です。 一般の昆虫はこちらのように水分が70%以上の食物を好んで食べますチョ貯穀害虫は乾燥した食品を食べて発育できるというこの特殊な能力のおかげで一般の昆虫と食物を争うことなく住み分け生き残ることができたのですこの特殊能力を持っている数少ない昆虫が人間が穀物を栽培し貯蔵するようになってから害虫化したというふうに考えられています 二つ目の特徴は、穀物の輸出入で、えー、飛行機や船で運ばれる穀物の中に混入して世界中に広がったということです。現在主要な諸国害虫は、世界中で同じ種が分布しており、大きな問題になっています、えー。最後に三つ目の特徴ですが、高い繁殖能力を持つということです。コクゾウ蔵虫の場合は、一、まあ、匹の交尾したミスですね。三ヶ月後には1,500匹に増殖します。 保管した穀物で短期間にその数が増えると被害が大きく拡大する恐れがあります。私たちの研究グループは諸国害虫の被害を防止するための害虫管理方法を研究しています。例えば、 こちらのような精米工場。この精米工場における黒蔵虫の対策を考えてみましょう。対策の第一歩は、黒蔵虫がどこにどれくらいいるのかということを知ることです。先ほどご説明したように、黒蔵虫は非常に小さいので、広い工場の中で肉眼で探し出すのはとても難しいことです。そこで、まあどうすればいいのでしょうか。私たちは、 トラップという道具を使って調査します、えー。私が今持っているのがトラップです。これは黒蔵虫用の床置きトラップです。中を見てみると粘着紙の中央に黒蔵虫の集合フェノモンを染み込ませたタブレットが貼ってあります。えー、ここから出る匂いで黒蔵虫の成虫を誘引し効果的に捕獲することができます。このトラップをですね、生米工場のいろんなところに仕掛けると工場の中のどこに黒蔵虫がたくさんいるのかということがわかります。 えー、例えば、この図をご覧ください。えー、これは、えー、それぞれトラップを仕掛けた部屋で、どれくらい黒蔵虫が取れたのかというのをイラストにしたものですが、えー、まずたくさん取れている場所というのがあります。こちらですね。ちょうどお米が搬入される部屋ですね。ここはたくさん取れています。それから、こちらですね。ここは、ぬかを保管しておく場所です。こういったように、捕獲数が多かった部屋を対象にして、防虫処理や清掃をする必要があるんだということが、このトラップの捕獲結果からわかります。 次にですね、この図は国内のですね、精米工場で2年間トラップ調査をした時の国蔵虫の捕獲数を示したものですえ。まず1年目ですが、このように夏から秋にかけて国蔵虫がたくさん取れましたで。2年目も同じように夏から秋にかけてたくさん取れています。まあこういった時期に国蔵虫がたくさん取れるのだということがトラップ調査によってわかりました。ですからこの時期は特に混入に注意すべき時期であるというのを、えー、知ることができました。このようにですね、トラップ調査というのをすることによって 虫対策を行うべき場所と季節を明らかにできます。えー、ここまでで研究の話はあ終わりましたが、まあ、今後もですねそれに伴って害虫の問題もさらに大きくなっていくと思います。 害虫対策も進歩させなければなりません。一方、昆虫という生物は知れば知るほど面白いです。私は昆虫を研究することは楽しいという気持ちを大事にしてですね、今後も害虫をうまく管理して人間と昆虫が共存できるような社会になるように研究を続けたいというふうに思っています。以上で私の教えて研究者さんは終わりになります。ありがとうございました。